そしたら、はい、大きな拍手でお願いいたします。こんにちは。投げ出す子をやり抜く子に変えるキッズコーチ、ミスターおかちです。よろしくお願いします。ありがとうございます。マイク使うの忘れてました。これね、書くめっちゃ楽しいんですけど、消すの忘れてましたんで、ちょっとだけ消させてもらっていいですか。はい。ということで、今日はね、僕ね、めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。なんていうかね、もう目見たらわかるでしょ。もう、なんていうか、今日ここで講演するために生まれてきたみたいな感じで、ちょっとこれオーバーじゃないですよ。ほんまにそれぐらいの気持ちでちょっとね、音を上げるんですけど、めちゃくちゃ楽しみで、実は講演内容 もう完璧な講演内容があるんですね。パソコンでスライドを作ったらもう完璧、もうみんなスタンディングオベーションで大拍手喝采の講演会のやつがあったんですけど、それはもうやめとこうと思って、それはね、僕何回も練習したから、やってても僕全然楽しくないんですよね。楽しくないから、今日は僕が一番話したいことを話したいなと思って、はい、多分そっちの方が伝わるなと思って、一番話したいことをお話ししようと思います。なので、ノッチさん、すみません、ちょっと消しといてもらっていいですか。申し訳ないです。はい、ということで、なんですよね、僕ね、今こう見ていただいたら分かるように落ち着きがないんですよ。座ってられないんですよ。同じ場所に座ってられないし、なんだろう、いろんなことをやりたいんですよね。同時にお母さんがドーナツを買ってきます。そのドーナツの箱には10個ぐらい入ってるんですよ。で、僕はね、一口だけでいいんですよ。で、一口だけかじってそのまま箱の中に入れたら怒られるんですよね。誰やってことでおかっちじゃんですよ。全部一口、全部のドーナツ一口だけこうなくなってるみたいな、そんな感じやったり、ワイングラス、僕最近ワインめっちゃ好きなんですよ。ワイン好きでワイングラスを買うんやけど、それ2週間に2回ぐらい割れてしまったりとか、しかも高いんですよ。9000円ぐらいするやつ終わってしまって、妻に怒られたりとか、なんだろうな、もう治んないですよね、落ち着きがないところから。だからずっと昔からちゃんとしなさい、じっとしなさい、しっかりしなさい、我慢しなさい、お兄ちゃんなんだからっていうことをずっとずっとずっと言われて育ってきました。はい、そんな感じです。で、今回ね、やり抜く子と投げ出す子の習慣っていう本を書いたんですけど、この投げ出す子っていうのはまさに僕なんですよ。25歳、いや30歳ぐらいまでの僕です。はい、僕をもう一回育て直すとしたらどうやったらいいんだろうなということを一生懸命書いた本がこちらになります。はい、で、まあ、なぜこの本を書いたのかというと、僕自身を育て直すことっていうのがあるんですけど、もっと大きく言えば、やりたいことを諦める子供をなくしたいんですよ。で、僕自身そうやって怒られまくってたから、自分に自信が持てなかったですよ。自分をそのまま言いたいこと言ったらバカにされて嫌われて居場所がなくなる、いじめられて、教室どこに行っても誰も僕のことを見てくれへんし、僕の話なんか聞いてくれへん。だから自分を隠さないといけないんだ。で、やりたいことがあってもできない。だって僕好きな女の子いましたよ。女の子いたけど、僕が話しかけてもどうせ嫌われるんやろな、キモいって思われるんやろなって思ったら、話しかけることすらできませんでした。小学校の時、お父さんと同じバスケットボール部入りたかったですよ。でもね、僕よりも足速い人、運動神経ええ人、背高い人がいっぱいいる。だからどうせ入っても試合に出られへんやろうな、そう思ったら僕は漫画部に入りました。そんな感じで、言いたいことも言えず、やりたいこともできず、自分のことに自信が持てず、自分が大嫌いでした。で、今なら僕ははっきりと分かるんですよ。最後までやり抜く子と途中で投げ出してしまう子にはたっまた一つだけ大きな違いがあったんですね。それが非認知能力です。非認知能力という言葉を聞いたことあるという方、手を挙げていただいてもいいですか。 ありがとうございます。はい、能力には2種類あると言われていて、認知能力と非認知能力です。認知能力は学校のテストで測れるような漢字どんだけ書けるかとか、足がどんだけ速いかとか、要は学校で習うことが認知能力、 IQ とかね、学力テストとかで測れる能力で、もう一つは目には見えへんけどめちゃくちゃ大事な生きる力、これが非認知能力です。例えば友達を作る力、これテスト出たことないですね。
失敗した時に立ち上がって、そして一歩前に踏み出す勇気、これもテストには出たことがありません。 IQ でも学力テストでも測れない自己肯定感であったり、感情、いわゆる不安とか恐れ、そういうネガティブな気持ちをうまく自分の中でコントロール、つまり処理をして一歩前に行動していく、そういう力が非認知能力です。で、僕は分かりました。僕に決定的に足りてなかったのは非認知能力やって、学力が高かった、中学受験合格するために進学塾に入って小学校ではナンバーワン、そして中学受験に合格してそのまま、トップの進学校にも入学できたんですけども、学力は高かったけど非認知能力が低かったから自分の力をうまく活かせなかったんですね。で、あの本にも書いてるんですけど、非認知能力を高める教育をちっちゃいうちにやっていたら、そのお子さんっていうのは将来の学歴、そして年収、幸福度が高くなるっていう報告されています。つまり将来のお子さんの成功とか幸せっていうのは、どんだけピアノが弾けるかとか、どんだけ英語を話せるかとか、どんだけ足が速いかではなくて、もう非認知能力、これ一択なんですね。で、非認知能力があれば学校で学んだことを活かせるんですよ。そうですよね。だって英語がどんだけ話せても、英語がどんだけ話して、英語をどんだけリスニングできたとしてもね、相手の気持ちを読み取れへんかったら、相手が今話してもいいかなとか、こんなこと言ったら喜ぶかなって、そういうように共感する力、相手の立場になって考える力がなかったら、外国人と友達にはなれません、ね、英語力だけではダメなんですよ。どんだけマイクの知識を持っていたとしても、この商品をね、売る営業マンですよ、僕営業マンとして。でもね、この商品を売ったらどうせ断られるんちゃうか、僕なんかが言っても売れへんのちゃうかって思ったら、このね、営業しに行かないんですね。行かないってことは売れないんですよ、社会で、つまり会社で自分の力を発揮できないんですよ。だから学校で学んだことを、専門知識、そして生まれ持った才能とか魅力とかを生かすも殺すも全部非認知能力なんです。だからその非認知能力さえ身につけたら、自分がやりたいことを我慢できずに、やるって決めたことを最後までやり抜けるようになる。僕はそう信じたから、30の時に会社を辞めて、この和歌山市に非認知能力を高める学校を作りました。ということで、今日はね、大体1時間ぐらいです。今は15分ぐらいお話したんですけど、1時間ぐらい、お時間プレゼンいただいて、お時間をいただいて、お子さんの非認知能力を高めるための親の関わり方、いわゆるコーチング術を紹介したいなと思います。今回の講演会を聞いていただいたら、非認知能力を高めるための考え方と、どうやって声かけたらいいのかっていう関わり方とか、家でどういう風な環境をデザインしたら子供がのびのび自分の気持ちを表現できるようになるんだっていうところを主に解説していきたいと思います。人生で初めてのこちらでの講演会、40年生きてきた全てを使って全力でお伝えさせていただきたいと思います。改めて皆さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう15分経っちゃったね。いや、めっちゃ楽しいって、ほんま楽しくどうしようって感じなんですけど、消してもらってありがとうございます。はい、自己紹介なんですけどね、簡単にさせていただくと、1980年生まれです。昭和55年生まれ、あの広末涼子とか朝青龍とかと同じ世代、なんか松坂世代って言われてるみたいですね。大輔くんが多いんですよ、僕らの世代。なんか僕が生まれた時に荒木大輔っていう選手が甲子園で大活躍したみたいで、そんな選手みたいに輝いて生きてほしいっていう意味で大輔という名前が付けられました。はい。で、僕もちなみに大輔です。岡崎大輔ですね。はい。で、で大阪生まれで、たまたまやって和歌山来たの。たまたま大学配属して和歌山に行けって言われたから和歌山に来たんです。はい。製薬会社の MR、いわゆる営業マンです。お薬の営業マンで、橋本市から和歌山市、そして下の田辺の心の、あ、田辺じゃないな、有田の方の心の医療センターあたりまでをの精神科メンタルクリニックを担当してました。この薬を使ったら眠れるようになりますよ、この薬を使ったら意欲が出てお母さんお父さんと散歩できるようになりますよっていう、お薬の情報提供の仕事をしていたんです。で、その仕事をしている中で、うつ病っていうのは治すことめちゃくちゃ大事、治すこと大事、でもならないようにすること、これめちゃくちゃ大事なんちゃうかと思ったんですよ。うつ病をなくすためには治すのも大事、でもなくすことが大事。じゃあならないようにするためにはどうしたらいいか、
それはやっぱ社会に出る前の教育じゃないかって。だから今社会と学校に大きな壁がありすぎて、学校で学んだことをうまく社会で活かせないですね。だから社会に出る前に社会を出るリハーサル、つまり準備期間があれば、うまく学校で学んだことを社会で活かせるんちゃうか、そう思って僕は30の時に会社を辞めて、アメリカの大学院でライフスキル、いわゆる非認知能力を高める教育を学びに、留学しました。でそれが2014年和歌山市、今はフォルテの近くですね、ピーターソックスを立ち上げて、ライフスキルを高める学校をやっています。ね、ピーターソックスってもいっぱいいろんなあるんですよ、まあ、学校の話でもいっぱいありすぎるのあれなんですけど、いわゆるいつでもどこでも自分らしく輝ける社会を作る、それをビジョンに掲げて、子どもと大人が夢中になれる教育を提供しています。英語やったりダンスやったり将棋やったりバスケやったり鬼ごっこやったりかくれんぼやったりヨガをやったり、まあ、入り口はどっからでもいいんです。どっから入っていただいてもいいんだけど、ただ単に英語力を上げる、ただ単に足速くさせる、ただ単にダンスをうまくさせるだけではなくて、それを通じてうまく自分の自分の気持ちをちゃんと表現できるように、そもそも表現したいっていう気持ちになるとかね、自分がどんな時に楽しいのかって感じれる力、感性であったり、問題がぶち当たった、友達と喧嘩した、どうやって解決したらいいんだろう、逃げずにちゃんと向き合って、自分の気持ちを言うだけではなくて、相手の話をちゃんと聞いて、しっかりと建設的に問題を解決していく、そしてチームとして一つの目標に向かって進んでいく、その過程の中で目標設定、目標達成、そしてレジリエンス、つまり失敗で起きた時に立ち上がって負けからしっかり学んで次に進む、そういう非認知能力を高める教育を今現在やっています。はい、そんな感じです。ちょっと前置きが長くなりましたが、今日はこれですね、やり抜く子の育て方ということでもう話していきたいと思うんですけど、皆さんに質問です。子育てのミッションは何ですか？聞きましょうかね。子育てのあなたの皆さんの子育てのミッションは何ですか？今日のテーマこれです。やり抜く子と投げ出す子の違いは非認知能力。非認知能力っていっぱい種類があるんですけども、その中で特に、もしかしたら一番大きな違いは僕はミッションやと思ってるんですよね。やり抜く子はミッションを持っていて、投げ出す子はミッションがない。やり抜く子はやりたいを出発点に行動し、投げ出す子はやるべきを出発点に行動する。やり抜く子はやりたい、やるべきこともやりたいに変える力を持っていて、投げ出す子はやりたいことをやるべきに変えてしまう。やり抜く子は燃え続けて、投げ出す子は燃え尽きる。この違いは全部僕はこれやと思ってるんですよ。ミッション、そのミッションがあるかないかやと思ってるんですよ。ミッションとは何か、はい、ミッションとは、ここに人がね、こういてこの目の前のゴールがあって、こうやってミッションっていうのはここですね。こう人、おかち、大にしとこうかな、はい、ここのゴールがまあ目標やとしますね。目標で、ここは目的として、ここがミッションなんですよ。やり抜く子は今やっている目標の、それが何のためにやるのかっていう目的をちゃんと理解していて、さらにその目的を達成した後のここミッションの世界を頭の中で描いているということなんです。投げ出す子はこの目的とミッションが見えていません。目の前の心しか見えていないってことですね。レンガ職人の話を聞いたことある方いらっしゃいますでしょうか？ありがとうございます。これ有名な話なんですけど、3人のレンガ職人がいましたと。3人ともね、ここにねいてて、3人ともいててレンガを積んでるんですよ。A さん、B さん、C さん、ね、レンガを積むということをやっててね、で僕がねテクテクテクって聞いてね、何をしてるんですかってこの A さんに聞いたんですね。じゃあ A さんは言いましたよ。
見たらわかるやろボケ。レンガを積んでんねや、なんで俺が死なあかんねんって言いました。ちょっと怖かったからね、僕ちょっと移動してまたこの B さんのとこ行ってね、 B さん何してるのって聞いたら、僕はねレンガを積んで建物を作ってるんだよ、この建物を作ることで家族を養っているんだよと言いました。でまた歩いててテクテクしてたここに C さんがいたんですね。みんな同じことをやってるんですよ。でもなんか楽しそうなんですよ C さん、ね、で C さんに聞いてみたら、僕はね教会を作ってるんだ、大きな大きな教会、つまり大聖堂を作ってるんだ、僕がこうやってレンガを積むことで建物が大きくなって大聖堂ができて、そして何年後かには世界中から苦しんでいる人、悩んでいる人、そして夢を叶えたい人がここに来て、そして新しい希望を持って帰っていくんだ、そんなすごい建物を作ることができて僕は幸せや、そう言うたんですよ。はい、この違い、いやみんな一緒ですよ、レンガを積む、全員同じことやってるけど、なんかちゃいますよね、なんかちゃいますよね、これ何ちゃいますか、何がちゃいますか、これ何がちゃう、はい、同じことやってるけど何がちゃいますか、楽しさ、はい、ありがとうございます、拍手ありがとうございます。そうなんですよ、楽しくやってるんですよ。でもそのなんで楽しくやってるのか、それが実はここなんですよ、ミッション。C さんはミッションを描いて仕事をしてるんですよ。でも A さんは目の前のことしか見えてない。そして B さんはここです。お金を稼ぐためっていう目的。C さんはそれを超えてワクワクするミッションを描きながらやっている。だから今やってるここ。ここがつまらんことでも、しょうもないことでも、やらなければならないことでも、やりたいことに変わるんですよ。はい。これをね、今日は解説していきたいと思います。G3 メソッドです。はい。G1、G2。そして G3 ってありますね。で、やり抜く子、やり抜く子と投げ出す子がいましたってことですね。投げ出す子、はい、投げ出す子ということで、G1 っていうのが手段ですね。手段、具体的なことですよね。で、G2 っていうのが、目的、そして G3 がミッション。実はこの上にビジョンがあるんですけどね、ビジョン、はい、これはちょっと今日は割愛しますが、はい、先ほどのレンガ職人の話を復習すると、 A さんはここ G1 を見ていたってことですね。 G1 を見て仕事をしていた。その G1 っていうのはレンガを積むということですね。で、 B さん、つまり2人目の人に聞いたら、建物を作ると言いましたね。建物を作るためにレンガを積んでいるとか、あとはお金を稼ぐっていうことなんですね。この2つの目的がありましたね。で、 C さんに聞いたらここですね、大聖堂を作るっていうことですね。大聖堂を作る、こういうことですね。大聖堂を作るってことですね。はい。で、やり抜く子っていうのは ここなんですよ。やり抜く子っていうのはここの G1 のレンガを積むということが、ここの G2 にもつながっていて、ここ G3、 ここはね、一つの線につながってるんですよ。分断されてないんですよね。一本の線につながってるんですよ。僕は大聖堂を作ると、そのためには建物を作ってお金を稼ぐためが大事で、だから僕はレンガを積んでいるんだっていう、その物語が自分の中で一つの線につながってるんですよ。だから今レンガを積んでるけど、そのレンガを見ていないかもしれない。もしかしたらその先にある教会を見て作っているかもしれないですね。だから、で、ここがワクワクすることなんですね。ここワクワクすること、簡単に言ったら楽しいこと、好きなことね、まあ、全部空に見えるけどね、まあ、ワクワクって書いてみてください、ワクワクね。で、投げ出す子はここ目的なんとなくちょっとあるけど、まあハテナなんですね、ハテナで、ここもハテナなんですよ。 G2 と G3 がないんですよね、描けないんですよ。まあ、なんでやってるのって言われたら、せいぜい入れてお金を稼ぐため、あなた仕事なんでやってるんですかって言って、お金を稼ぐため、じゃあお金を稼いでどうしたいのって言っても、あんまり出てこない、ワクワクしたことが、ここなんですよ一番の違いが。やり抜く子は G1 から G2、G3 が一つのストーリーになる。そして投げ出す子はこことここがないんですよ。僕がまさにそうやったんです。僕はここね、進学塾、小学校の時進学塾に通いました。進学塾に通う、はい、進学塾からね、その目的は中学受験に合格するため、これはあったんですよね。
中学受験に合格。ただね、これはね、僕が決めたことじゃないんですよ。いや、僕が決めたんですけれども、お父さんとお母さんが言うたんですよ。大ちゃん、あ、大ちゃんね、大ちゃん、中学受験に不合格になったらこれから先人生で迷うこともあるし、いろいろと大変だよと。でも中学受験に合格したら受験戦争もないし、自分がやりたいことができるし、お父さんみたいに幸せに成功できるよ。だから僕の中では他に選択肢がなかったんですね。もう中学受験に合格する以外は選択肢がなくて、自分で決めたっていうよりもどっかの大人、先生とか大人が僕に指示したんですね。だから自分の心の内側から出てきてないんですよ。これ湧いてきてないんですよ。外側から降ってきたものなんですよ。で、ここザ進学塾に通って、だから中学受験に合格するために勉強するってやりましたよ。やったけれども僕中学受験合格しました。じゃあ合格したって僕どうなりましたか。これないから勉強しなくなったんですよ。そうですよね。このあとないんですよ。何も勉強する目的は中学受験に合格するため。じゃあ合格した、もうないんですよ。勉強する理由がないんですよ。ないから、だからそっから僕は25歳ぐらいまで自分で自発的に勉強しようと思ったことは一度もありません。自慢じゃないけど本当になくて、それはミッションがなかったからなんですよ。しかもここが指示されたものであったから、もうものすごいストレスやった。あ、今やから言えるけどね、あの人をいじめたり暴力事件を起こしたこともあったし、なんかよくわからんけど縦割りの掃除の時に6年生の時2年生のクラスに行って、みんなの筆箱から消しゴムを盗むっていうことを10回ぐらいやって、それで呼び出して怒られたりとか、なんかよくわからない、自分でもなんかわからんけどすっごいストレスが溜まってて、でもそれでもやらなければと思って自分を奮起させて2年間頑張った。でその結果合格したけど、ストレス溜まったし嫌われたし居場所がなくなって自己肯定感もなくなりました。つまり認知能力は上がったんです。学力は上がったけど非認知能力、自己肯定感とかコミュニケーション能力とか、そんなの下がってったんですよ。だからそれっていうのはストレスなんですよ。これが自分からやりたいじゃなくてやりなさいし、それやらないと人生おしまいだよっていう、それしかなかったからストレスなんです。だから燃え尽きたんですよ。燃え尽きて、だから勉強しなくなったんですよ。これだから大切なことはここ、自分がちゃんと決めたミッション、ワクワクするミッションを描いて、その目的をちゃんと描いて、それで今やるべきことをやるということ、この G1 と G2 と G3 をつなげることがものすごい大切じゃないかということが今日のメインテーマです。はい。なので、まずね、今から皆さんに、子育てのミッションを、一緒に作っていきたいと思います。つまりG3 です。皆さんの子育ての G3 は何ですか。これを今から作っていきたいと思います。それではあの紙とかペンとかもうお渡ししてますかね。ありがとうございます。じゃあ紙とかペンをこう横に、こんな風に横に一回していただいて、裏でもいいんで、裏にいいんで、その端っこに G1、G2、G3 って記入いただいてもいいですか。皆さんと一緒に子育てのミッションを作っていきます。で皆さん自身がこの G1、G2、G3 の作り方が分かったら、それを子供に問いかけてあげることができるようになるんです。なのでまずは自分自身で体感するということを今日はメインにやっていきたいと思います。はい、きれいかな、白紙でもいいので端っこに G1、G2、G3 と書いてください。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあそれができた方は一番下 G1 のところに、皆さんが子育てにおいて一番大事にしていることは何ですか。具体的なことであればある方がいいです。手段の例えばありがとうと言うとか、1日3ついいことを伝えるとか、具体的なことで一番ですよ。一つだけ15文字以内で、しかも15文字以内で一つだけ大事にしていることをここの G1 のところにご記入ください。はい、子供と、それでは次は G2 のステージに行きたいと思います。 G2 はその理由ですよね。理由、なんでこれ大事にしてるのと、皆さんが書いたその G1 はなんで、何のためにそれが大事なのか。例えば僕、挨拶プラス一言って大事にしてるんですね。おはよう、なんかそのなんか黄色のバッグかわいいなとかね、おはようこんにちは、え、何持ってんのそれ、イケてるやんその人形みたいにね、あ、おはよう、あ、その鉢巻きなんかいいなみたいな、わかんないけど、なんかその、挨拶プラス一言をかけることを大事にしています。
その理由は何で大事にしているのか。それは、ここの場所があなたの、ここの場所にはあなたの居場所があるんですよと、あなたの存在を肯定しているんですよって、その存在を肯定するというメッセージを発信するためですね。あなたの居場所はここにある、だから僕は挨拶プラス一言を大事にしている。そんな感じで皆さんもそこに書いた G1、 その目的は何ですか。ポジティブな方を書いてくださいね。何々をしないためって書いたら、その逆でポジティブな方を書いてくださいね。やりたいことを諦めることをなくすって書いてるんやったら、やりたいことに挑戦する力をっていうね、ポジティブに言い換えて、目的を、何のためにそれを大事にしてるかってことですね。これも1分ぐらいでお願いします。はい、それではよろしいでしょうか。次はいよいよ G3 ですよね。 G3、 この G3 を出す、つまり今から子育てのミッションを見つけていきたいなと思っています。見つけ方はもうものすごい簡単です。この、G2 という状態をずっと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 その状態を続けたら、どんないいことがありますかっていう問いです。はい、その状態をずっとずっと続けたらどんないいことがある。例えば僕、例えば子どもの存在を肯定して、子どもの居場所を作って、大丈夫だよ、ここにはあなたの居場所があるよっていうのをずっとずっと作り続けたら、子どもの心の中に安全基地ができて、蓋落ちたな、すぐ落とすね、怒られんねいつもな。そう、そう、子どもの心の中に安全基地ができて、安全基地ができたから失敗しても大丈夫、怒られへん、だからやったことないことでも新しいことでも一回だけやってみようってなって、自分がやりたいことを諦めずに挑戦できるんです。その挑戦する過程の中で、今まで持っていない能力、知識、メソッドっていうのを身につけることができて、目標に対して近づくことができたり、そして自分がやりたいことを叶えることができる、そして叶えるその達成感があるから、もう一回やってみようってなって、どんどん続ける力が出てくる。つまりやり抜く子供を育てるためですっていう風に、この状態をずっとずっと続けたらどんないいことがあるのっていうのを3回ぐらい問うてくださいね、もし可能やったら。はい、まず G2 に書いたこと、その状態を続けたらどんないいことがあるって言うと、一つの答えが出てくると思います。僕だったら子どもの安全基地ができると。じゃあその安全基地ができたらどんないいことがあるって言ったら、やりたいことに挑戦する、そういう力が育まれる。じゃあそういう力が育まれたらどうなるかって言ったら、やり抜く子が育つみたいな感じで、ちょっと抽象化していきましょう。これがね、さっきのここにもありましたけど、建物を作るっていうレベルよりも大聖堂を作るってイメージした方がパワーが出るんですよ。ちょっと抽象的な大きなゴールを描く方がパワーが出てくる。つまりここの存在肯定で、それを続けたら どんないいことがあるっていうのを1回だけ通ったら、ちょっとちっちゃいのが出てくるぐらいなんで、もう ×3回ぐらいどんないいことがあるっていうのを通ってみてください。はい、じゃあこれ今から3分ぐらいお時間を差し上げますので、よろしくお願いします。はーい、はい、それではここまでで G1、 子育てにおいて大切にしていること、その目的を達成したらどんないいことがあるっていう子育てのミッションが今皆さんの目の前にあるのではないでしょうか。はい、それでは今からやることは、この G1 から G2、 G3 を一つの物語にする、つまり一つにつなげるということをやってみたいと思います。まずやりますね。僕の子育てのミッションは、やり抜く子を育てることです。やり抜く子というのは、自分がやるって決めたことを最後までやり抜く子です。その子供を育てるためには、自分がやってできたっていう達成感を味わうことが大事です。達成感を味わうためには、どんなことにも挑戦する気持ちがとても大切です。そして新しいことに挑戦するためには、挑戦して失敗しても大丈夫だっていう心の中で安全基地を作ることが大切なんです。その安全基地を作るためには、自分の能力だけじゃなくて存在そのものを肯定してもらえる、そういう環境を作ることが大事です。だから僕は子供と会った時に挨拶だけじゃなくて、昨日何してたんとか、その帽子似合ってるやんっていう風に一言かけるようにしています。
僕は挨拶プラス一言を大事にしています。その理由は、そうすることで子供に安全基地、つまり存在肯定をというメッセージを伝えたいからです。存在が肯定されたとなると、子供の心の中に安全基地ができるんです。安全基地が出たら失敗しても大丈夫、新しいことでもやったことないことでも一歩踏み出せる。一歩踏み出せたらいろんな能力を身についてそしていろんなできたを味わえる。そのできたという達成感があるから自分がやるって決めたことをやり抜ける子供が育つんです、みたいな感じです、ね、今自分のミッションから目的、そして G1 の手段をお伝えして、その逆もやりましたよね。今こうやってこっちから伝えて、その逆もいきました。こういうふうに自分の中で言葉にする、言葉にしてイメージする、指定しながら言葉にすると自分の中でね一つにつながるんですよ。そうすると今ここでやってる嫌なこと、あ、笑ってるけど、嫌なこととかあるじゃないですか。そういう嫌なことがここがイメージできてたら、これがやりたいことに変わるんですよね。なぜなら今やってるこの嫌なこともここにつながってるんだっていうのを自分がイメージできてるから。イメージするっていうのは言葉にできるってことなんです。もっと言えば物語にできるってことがイメージできるってことなんですよ。今やってることが楽しくない、辛いって思ってるのは物語にできないからなんです。自分が今やってることをどういうふうにつながるのかって G3 に G3 に向けて物語として語ることができたら、どんなことでもやるべきことがやりたいことに変わるんです。でお父さんとお母さんがワクワクしてやりたいで生きていたら、子供自身も G1 だけじゃなくて G3 ワクワクに向けて今やるべきことをやりたいに変えてやっていく、そういうことなんです、はい、なので今から皆さんとちょっとペアになってこれを物語で話すっていう練習をやってみたいと思います。はい、手順は簡単です。まずはここからいきましょう。ここスタート、ね、ここスタート、はい、私の子育てのミッションは〇〇です。ここまでですね。そこに書いてある〇〇です。でこれをね簡単にどういうことっていうとはちょっと説明してもいいかもしれないですね。こういうことですよって。でそのために一番大事なこと、大事なことはこれですよ。 G2、そのために一番大事なことは G2 ですよ。かっちここ3つぐらい言いましたけど、これ3つ大変だと思うので、もう G3 1つ、 G2 1つ、 G1 1つ、この1つ1つ1つでいいです。今日は G3 こっからスタートで G3 〇〇です、それはこういうことですって説明したら、そのために一番大事なことはこうです、でこれっていうのもこれとはどういうことですっていう説明して、存在肯定だけでねなかなか分かんないかもしれないんで、存在肯定でどういうことなのかっていうのを説明する。心の中に安全基地を作って失敗しても大丈夫なんだって思ってもらえる、環境を作る。こう説明したら聞いてる人も分かりますよね。イメージできますよね。イメージが大事なんです。はい、でそれができたら、だから私はこれを大事にしてるんですね。だからこんな感じでちょっと一回やってみましょうかね。はい、ということで、じゃあちょっと、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんに拍手をお願いします。拍手ありがとうございます。はい、どうやろう、どうやった、ちょっとできました、ちょっとできたっていう方は手を挙げてください。まあ、今日第1回目ちょっといけた、ちょっといけた、ありがとうございます。これね、めっちゃ難しいんですよね。なんか自分の中で今これやってることっていうのはこういう目的なんだって分かっていたら子供にも伝えられますよね。でその目的だけじゃなくて大共感やなんだってイメージできてたら、それを子供に伝えたら子供はワクワクしませんか、ね、目的だけじゃなくてワクワクする世界を見せてあげたら子供ワクワクするんですよね。ここの G3 を見せてあげて、その G3 はこの目的があり、だからここに繋がってるんだっていうふうに子供の、ようにお話できたら、子供はワクワクしてやる気スイッチをして自分で考えて行動するようになるということです。なので少しずつ丸々だからこれしなさいねっていうのも多いと思うんですけど、その上の G3 を描いて子供に伝えることももしかしたら大事なのかなと思っております。はい、じゃあ今からやることっていうのはもう具体的なラスト5分7分で、こういうことを子供との関わりでやったらいいんじゃないっていうことを一つの提案としてお話しさせていただきたいと思います。まず一つ目、ここですね。G1 を指示する、命令するっていうのは極力避けるのはどうでしょうってことですね。 G1 具体的なことですね。早くご飯を食べなさいとか、あと5分で宿題しなさいとか、もうゲームをやめなさいとか、ここを
手段を具体的に指示する。そうすると子供は分かりやすいんですけど、自分で考える隙間もないし、外側から与えられたまさに僕みたいな状態、指示された状態だから、自分がワクワクしたゴールを描いてない状態でやってる。なんかお父さんお母さんいないとこではやらなかったり、それが言われてたら反発したりしますよね。はい、反発したらこう投げ出すことになるね。やり抜く子っていうのは自分の内側からやりたいという気持ちで続けるってことなんで、なので具体的な行動とか手段を指示命令するというのは極力避けて、せめてこの目的を疑問語で問いかけるってことですね。夏休み、あと1週間で終わりで、漢字ドリルがあと30ページある、どうしたらいいかなってことですね。これまた問いかけですよね。目的だけ伝えている、でどうしたらいいかな、今日1ページやりなさいっていうのは手段を指示してますよね。でもその目的を問いかける、ね、1週間後には〇〇がある、1週間後に漢字テストがある、じゃああと30ページ残ってるけどどうしたらいいかなっていうふうに問いかける。で子供が想像できなかった時に、じゃあ例えば、1日、5ページやっていくのはどうかなっていうふうに提案する。これも問いかけですね。提案とか問いかけ、指示と命令ですと自分で考える隙間がないんで、自分で決めるっていう体験をたくさん積むことがこの時期は非常に大事です。提案するのも大事だけど、決めるのはあなたよっていうことを常にメッセージとして伝えていく。で G2 を疑問語で、さらにワンランク言えば G3 を言語化するということです。これは今皆さんと一緒に体験したことです。はい、例えばこのですね、今漢字ドリルを一生懸命やってる子供がいました。漢字ドリルを一生懸命やっています。その子供に対して、あ、漢字取りで頑張ってるねって、今日も漢字頑張ってるね、それって何のためにやってんのかなっていうふうに目的を聞いてあげる。目的を聞いたら、僕恐竜の本が好きだから恐竜の本をたくさん読みたいのって答えました。好きな本をたくさん読む。じゃあその恐竜の本を読んでたくさん読んだらどんないいことがあるのかなって聞きました。じゃあそのたけし君は答えました。恐竜博士になりたいの。恐竜のことをたくさん知っていろんなことを勉強して将来は恐竜博士になりたいのって言いました。ここで G1、G2、G3 が出揃いましたね。 G1 が漢字ドリルをやる、 G2 が好きな本を読む、で G3 は恐竜博士になる。これを大人が物語にするんです。子供にその物語はできないので、これを言語化して物語にする。こういうことですね。たけし君、漢字ドリル頑張ってるねって、今漢字ドリルを頑張ってるのは大好きな恐竜の本をたくさん読みたいからなんだ。そして恐竜の本をたくさん読んで、その恐竜のことが勉強できる大学に入って将来は恐竜博士になりたいんだ、だから今漢字ドリルを頑張ってるんだねって言われると、今やってることが恐竜博士につながるっていうことが子供の中でイメージできるんですね。だから教会をイメージしながらレンガを詰めるんですよね。恐竜博士になることをイメージしながら漢字ドリルを毎日頑張れるんですよ。だからやり続けることができるんですよ。投げ出す子は初め恐竜博士になりたいって思って始めたことでも、こことここが見えなくなってくるんですよ。 G2 と G3 が、なぜなら大人でも言語化するの難しいですね。今さっきやりましたけど、子供はもっと難しいんですよ。なぜなら今この瞬間に生きているから、先のことをイメージできない。それを手助けしてあげるのが未来のことをよくわかる僕たち大人、言語化できる大人なんです。だから G1、G2、G3 をちゃんと聞いたら、それを言語化してあげて物語にする。これがポイントですね。物語にする。物語、いわゆるストーリーですね。ストーリーの力は強力です。その電化製品とかの説明書とか見てもあんなすぐ忘れるけど、1枚の写真でパッて見たらそれって記憶に残るじゃないですか。イメージの力強力なんですよ。イメージの力は大量に記憶できる、かつ忘れないんですよ。でも説明書みたいな文字で書いてても分かんないんですよ。だからこれ一つ一つ、好きな本を読むために漢字ドリルを覚える、これだけじゃダメなんですよ。そこの世界をちゃんと物語にするということ、そして子どもの頭の中にその物語、ワクワクした世界をイメージさせる。恐竜博士になったらどんないいことがあるのかって聞いてあげてもいいですね。ね、この先の世界があるかもしれません。そうするともっともっとワクワクします。それをしてあげるのが大人の役割なのかなと僕は思ってます、はい、なので今日のメインメッセージとしてはここですね。 G1 の指示する命令というのは極力避けていただいて、まあ、命に関わることやったら止めないといけません。法律に違反すること、そして他の友達に危害加えることな、今すぐやめてっていうふうに止める必要はあります。ただ
子供を成長させるっていう観点では指示命令よりも問いかける疑問語の方が効果が高いです。なので G2 目的を確認した、あなたはここ行くのここですよって目的を確認して、そこにはどうやって行ったらいいのっていうのは、ここの行き道は自分で考えてもらうし、もし分かんなかったら一緒に考えるということで、その G2 と G2 がイメージできて G3 ができたら、それを物語として語るということ、これが、僕が本日一番伝えたかったことです。はい、ということで本日は、子育てのミッションはっていうところで、お話を進めてきました。皆さんの手の中に子育てのミッション、つまり子育てを通じて成し遂げたいことっていうのが今そこに言葉にありますよね。それを今 G3 としてあるのを G2、G1 を毎日毎日イメージして言葉にしていけば、それが楽しくなっていくと思います。そう、お父さん、つまり大人がミッションを持って生きることが子供に一番力になるって僕は思っています。僕にもミッションがあります。一番最初にここでお伝えしました、僕のミッションはやりたいことを諦める子供をどうしてもなくしたいんですよ。自分にはできへんとか自分には無理やとか、そうじゃなくて、やりたいって思ったらその感じたまま動いてみる、失敗してもいいやん、とりあえず動いてみて、どうやった次こういう風にやったらいいかな、こうやったら面白いかなっていうことをどんどん試行錯誤の中実験しながらやっていく、その中で仲間もできるし、その中でできたっていう達成感が味わうから、もっともっと自分がやりたいことが見つかり、そしてやりたいことをやり抜ける子供が育っていくんじゃないかなと思ってます。そしてやり抜く子を育てるためには、僕は非認知能力を高めることが大事だと思ってます。非認知能力というのは、先ほどもお伝えした通り目には見えない生きる力です。この非認知能力というのはなかなか学校では育みにくい、40人対1人の先生、なかなか難しいです。その中で学校以外でできることは何か、それは学校以外で非認知能力を高める学校を作ってやること。僕はそう考えて非認知能力を高める学校を作りました。だから英語教室をやったり、バスケ教室をやったり、ダンス教室をやったり、今講演をするという G1 をやってるんです。今ここで講演をしていること、その講演をしていることは非認知能力を高めるためです。非認知能力を高めれば学校で身につけたこと、そして一人一人の子供の魅力とか才能がどこでもいつでもどこでも発揮できるようになる。それは学校を卒業してもスポットライトを浴びている体育館の中だけじゃなくて、いつでもどこでも自分の力を出すことができる、自分らしく輝くことができると思ってるんです。最高の自分を表現して、自分らしくたくましくやり抜く子を育てたい、そういう思いで僕はやっています。このように G1、G2、G3 を何度も何度も言葉にして、で誰かに伝える、そのプロセスの中で自分がミッションを持って生きることができると思います。ミッションを持てばエネルギーは無限です。枯れません。人から言われて僕みたいにこう指示されている状態だったら、どんどんエネルギーがなくなって枯渇して燃え尽きてしまいます。なので今日はこの子育てにミッション、そして人生にミッションをっていうことを最後の言葉にして、今日の講演会を終了したいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そんな感じ。